今日のゲストは島津優子さん、はい、どうもこんにちは。こんにちは。島津優子さん、はい、なんかこう清楚なというかこう、そうそう、なんかシュッとこう綺麗なね、なんとイメージの、職業がフリーアナウンサー。フリー、あんま近いですよね。そうそうそう、私前言ったらフリー芸人ですから、はい、フリーフリー、ほんまにフリーやな。フリーや、自由気ままみたいな状態が、ほんまに、うん、何でも言え、どこ所属してんのみたいなのあるから。何言うてもええもんな、松竹芸能なんですね。何言うてもええもんな、うん、あ、フリーのアナウンサーの方、はい、はい、で、企業研修講師、はい、企業というのは会社。そうですね、はい、はい、あの、まあ、フリーアナウンサーとブラッシュアップトレーナーといって、まあ、研修の講師で企業を行ったりとか、うん、大学でも講師をさせていただいて、すごい、やっぱり出入りするとかちゃうね、大学とか、そうね、ちゃうよ、ほら、うん、飲み屋とかね、ちゃうもんね。そうそう、それも立ち飲み屋とか、立ち飲み屋とかね、うん、スナック何周年記念の司会来てとかね、そんなんちゃうからね、うん、ちゃうね、はい、講師をされる。あれですか、あのフリーのアナウンサーは結婚式の司会とかが多いんですか。はい、あの、まあ、CM のナレーションですとか、うん、番組のナレーションですとか、うん、まあ、あとは、まあ、結婚式もそうですけれども、うん、イベントの司会、いや、声がものすごいやっぱり安らげる声質ですもんね。あのね、朝の経営者の集まりあるでしょ、はい、モーニングセミナー、はい、そこの新大阪の短大にいてはって、はい、歩いて突然行ったら綺麗な声で司会してはんの、ほうほうほう、それであのその声でだいぶ集まったよね、人が。どうなんでしょうかね。なんか増えてるみたい。あ、そうね。いやいや、それは、いや、それはあるって、その人の雰囲気もそうやし、声ってね、うん、なんか安らげるなとか、優しそうやなってくるのはね、きれいに、あ、どうや、入れへんかとか言ったら、誰もそんな入れへんじゃん。そうね、うん、そんなやつおれへんけどな。まあ、そうや、そうでしょ、そういうのは。で、あの、マナーの先生でもあるんですよ。うん、はい、マナー講師。具体的にどういう人にとか、そもそもなぜマナーにというのを、ちょっとご本人さんから。あの、そうですね、その、まあ、マナーって、まあ、企業研修、うん、今の季節でしたら新入社員研修とか、うん、よく行かせていただくんですけれども、はい、あの、まあ、アナウンサーの仕事って、うん、すごく毎回お会いする方が違うんですよ。あ、そうですよね。性別ももちろん違いますし、うん、そして、立場ですとか、うん、年齢とかで毎回違うので、うん、ふと自分がね、ある時その自分の立ち居振る舞いですとか、うん、言葉遣いが相手の方に何か不快な思いをさせていないかなとか、なんか失礼なこと言っていないかなっていうのがね、すごく気になりだしたんですね、うん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 、でそれであの日本の、まあ、マナーというものをちょっと学んでみようと思ったのがきっかけです。あ、それから言ったら対人関係のマナーですよね。あ、じゃあマナーで何って聞かれたら何て答えますか。なんていうの、あの道徳的な、だテーブルマナーとかね、うん、手で食うたらあかんとか、うん、うん、イメージあるんですよ。あの、いろんなところにマナーに協力してくださいとか、はい、マナーを守りましょうっていうね、はい、ポスターがあったり、うん、まあ、アナウンスが流れたりすると思うんですけど、うん、じゃあそういう時に子供にね、ねえねえマナーって何、うん、って聞かれたらなんて説明しましょう。人に迷惑かからないこととか、そうね、なんかそんなんかな、はい、人への気配り、うんうん、そうなんですよ ね、はい、あのマナーっていうのは、うん、まあ、テーブルマナーはいろいろありますけれども、はい、それも全て相手が嫌がることをしないとか、うん、相手に不快な思いをさせない、でまた相手に恥をかかせないっていう、まあ、今ね、本田さんがおっしゃった相手を思いやる心、相手に対するものですね。はい。